コンピューター付きブルドーザー田中角栄の言葉。確かにノーというのは勇気がいる。しかし逆に信頼度はノーで高まる場合もある。ノーとイエスははっきり言った方が長い目で見れば信用されるということだ。こうは焦らなくてもよい。自分に実力がありさえすれば運は必ず回ってくる。仕事をすれば批判や反対があって当然、何もやらなければ叱る声も出ない。できるだけ敵を減らしていくこと。世の中は嫉妬とそろばんだ。人生は全てまだ、お前みたいに一本上司直進しようとするだけでは何も前に進まない。間の取れない奴はどうしようもないぞ。また次の動画でお会いしましょう。